ザキス。キリスト教会での結婚式で、神道神父が誓いの言葉の後に交わすキス。トロフィーへのキス接吻あるいは口づけとは、唇を相手の方、唇、手などに接触させ、親愛、友愛、愛情などを示すこと。俗に、中とも言う。ロシア人など、東、スラブ系の人々や、フィンランド人など、北方のフィンウゴル系の人々は、 男性同士でも、親愛の情を示すために互いに、相手の方にキスをし、時には、唇同士でキスをする。日スラブ系、ラテン系、ゲルマン系の人々には、すぐ隣接する文化圏でありながら、それは異様に思えるというし、ラテン系の人々は恋人たちであれば、特に音を立ててキスするなど、様々なバリエーションがある。挨拶として、唇を、 相手の手の甲にキスをすること。かつて王に対して進化が、貴婦人に対して騎士が、教皇に対して人々が一般にこうした挨拶の仕方をしていた。現在でも身分の高い女性などを喜ばせるために、こうした挨拶の仕方をあえてする男性もいる。唇を相手の方につけるキス。挨拶で頻繁に用いられ、人々によって日常的に、 最も頻繁にされているキスである。愛情を示すためにも頻繁に行われている。また相手の方に直接つけない、キス、投げキスなどもある。唇をつける代わりに、頬と頬を触れさせ、疑似的に、チュッという音を発して済ますことも多い。これは口紅を塗った女性が相手に唇を接すると、相手に、口紅が移り残ってしまうので、それを避けるという目的もある。 唇で相手の唇に触れる。フランスでは家族間、夫婦間、恋人間などで日常的に非常に頻繁に唇への軽くて短いキスがなされる。いわゆるソフトキスである。世界各地で恋人や夫婦間など唇のキスは広く行われている。ディープキスディープキスは唇を触れ合うだけでなく互いに自分の舌を 相手の高校内に挿入したを絡め合うものである。英語のフレンチキスという呼称はイギリスから見てフランス式のオープンなと揶揄して付けられた。日本ではフレンチキスはライトキスのことだとする誤解があるが、これは日本とその他の国との間のフランスに対するイメージの相違に由来するという説もある。キスという言葉が入ってきたのは明治以降であり、それが 接吻とは訳されたのが明治20年の頃のズーフ・ハルマに遡るであった。文明開化を迎える以前も以後も挨拶としてのキスは一般的に成立していない。現代においても当事者の意思感情、行動環境等によってそれが一般の風俗道徳的感情に反するような場合、すなわちプライベートで関わりのない者が職場等での立場を利用して 行為を強要したり、見ず知らずの初対面の人間が、いきなり、キスをしたりすれば、日本の法制や判例では、強制は挨罪に問われる可能性がある。宮川一生による春画の一枚ただし、性行為としてのキスは、昔からあった。文献に残る、以前の太古の時代からキスはあったと、推定されるようだが、はっきりと文献に現れる、最も古い例として、日本紀略の中で、 正待元年に行われた高刈りの打ち上げの宴会の際に酔った平義美風が遊女の懐を探り、その口を数居に出たと木瀬尾は記録している。その40年後には木貫之が土佐日記の上平5年の段にただ押し合ゆの口を飲みぞ給付。この給付人々の口を押し合ゆもし思うようアむや。という一節を記している。 室町時代にはキスは、口吸いと呼ばれていた。動詞としては、口吸うという言葉があった。他に、口口や、江戸後期には口二つで、両などと呼ばれた例もあるが、口吸うが、最も古く、平安時代に遡る。ク言葉では、お刺身ともいい、これは、それが二人で刺身を食べるように似ているからと言われる。九州地方では、甘口と言われた伝承があり、 ズーフ・ハルマノが愛悼項目に役語として挙げられている。長らく日本では珍しい行為として扱われ、映画、また会う日まででは間接キスにもかかわらず大きな話題になったほか、1949年に手塚治虫が子供漫画発のキスシーンを描いた時には抗議が殺到した。時代が下るとともに、テレビや映画、音楽などといった大衆文化、並びに、 文学や芸術の分野における取り扱いが増えていくとともに、特に恋人の関係にあるもの同士でのキスが取り立てて珍しいものではなくなっていった。近年の日本では周囲の目を気にすることなく、気軽に街中や路上で行う若者も目立つようになっている。若い世代におけるキス感と状況日本製教育学会では1975年から、 青少年の性行動全国調査を実施しており、統計開始の1975年から第6回の2005年までは、キス系験率の低年齢化が増加の一途図をたどっていた。しかし、2000年代後半からの装飾系の増加を1、0とする若者の性行動不活発化の煽りを受け、その傾向は2005年には頭打ちとなる。最新の2011年第7回調査では、 2005年調査と比較して男子6ポイント、女子9ポイントの減少となり1993年時点の水準に低下している。第4回性少年の性行動調査によると、キスした経験は男性で14歳、女性で16歳で50%を超え、キスの経験が男女とも28歳で50%を超える、言語上の諸表現現代にあっては、舌を用いて行う。 ディープキスの語も広く知られるようになり、生まれて初めて他者と交わすキスを表す、ファーストキスという言葉が生まれた。また、唇同士の接触のみならず、唇を何らかのものに接触させるという行為を一般的に指す、中という、擬音を元にした俗語も生まれ、若者を中心に幅広く用いられるようになった。なお、接吻の擬態語としては、江戸時代にすでに、 チウチウという表現を見ることができる。キスをするのは人間だけではない。チンパンジーやボノボもキスをする。カイロのエジプト考古学博物館には古代エジプト第十八王朝のアクエンアテン王が娘に接吻する石像が残っている。また、世界遺産セラダカピバラ国立公園にある壁画には性別は はっきりしないものの人と人がキスをしているように見える壁画があり、戦士時代から人類にはキスという概念が存在したことになる。首にキスをして強く吸ったりするとそこにうち出血が起きることがあるが、それを医学的には吸引性皮下出血という医学用語で呼ぶ。日常用語ではキスマークとも呼ばれる。この人、首にキスマークがあるということは、さては昨日誰かと、 いちゃついていたななどと推察されることになる。ありがとうございます。